はい、こんばんは、今週も始まりました FM のマックラブですけど、大丈夫、はい、大丈夫。なんかぼーっとしてますけど大丈夫です。ぼーっとこっち見てるから、うん、なんか間違えたかなと思って。いやいや、ここ近所さんちょっと近いから、マスクしとこうかなと思ったら、なんか息苦しい。あ、うん、いや、それでなんか2人の視線がこっち見てぼーっとしてるから、もうなんかやらかしたかなと思って。いやいや、ちょっとね、心の底から不安になってしまいましたけど、自信持つ、はい、うん、はい、まあというわけでですね、まあ12月もね、もうだいぶ終わりが近づいてきて、もう半分終わったんだよね。半分終わったんですよ。12月も半分、でもう、はい、分かってるんですけどね。はい、まあとにかくね、まあ自己紹介ってツッコミが入ったんで、そろそろ子供のクリスマスプレゼントを買いに行こうと。で、何を買いに行こうか、毎日、サイト見ながら、子供のプレゼントっていうキーワードで検索して、頭を悩ましております。昨日の話から来ました YouTuber の杉でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今頃今日ね、まあ話題に持っていこうと思うんですけども、昨日とというね、 YouTube が止まっちゃったんですよ。ですね。で、 Google で検索かけようと思ったらそっちもダメで、はい、まあサファリで生きてたから、そこで検索はかけてたんですけども、どうも止まってたじゃないですか、 YouTube。 はい。でその時に僕が見てたのが、ちょうど iCloud とかね、そういうクラウド系のものに契約をしてた場合、自分に何かがあって寝たきりになったとか亡くなったとかっていう時に、はい、これ自分で解約するのも大変だろうに、他の人が解約ってできないんじゃないかと、はい、だから貯金がどんどん減っていったら困るよねっていうですね。YouTuber の動画を見てる最中に落ちたんで、これがダメだったのみたいなね、気がしたんですけど、今回落ちたじゃないですか、YouTube が、ってことはクラウドとかネットとかいうのはやっぱり落ちることがあるんだと、はい、使えないことがあるんだとっていうのが分かるんで、ああいう iCloud だとか、なんとかボックスだとかいうやつはもうちょっと簡単にやめれるようにしていかないとです、ね、これから解約する人増えるんじゃないかなと。解約するのが難しいから今の間にやめとかないと大変なことになると思うよね。そうですよ。というわけで僕ちょっと就活入ってますけども、就職活動、そう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 、就職活動、就活動ね、終わる活動、終わる活動、でやってるんだけど、やっぱり難しいのから、解約とか、からやっていかないといけないなっていうんで、今アイクラとかその辺で有料で使ってた部分を全部今外そうとしてて、名刺借りの8も有料版を使ってたんだけど、まあ定年退職もするような年だし、もう全部やめようと有料版、でそのやめようと思ったきっかけがその YouTube とこの解約の難しさ、もうこんだけ難しいんだったらね、年取る前にやめないとねって思った矢でさ、はい、よろしくお願いします。この辺に関しても、大体アドバイス、あるいはサポート、あるいは代わりに設定する業務をやっているコンピューターのメンテナンスをヤンバルから来てます。内部作のごはんなんですけど、最近の問題ね、一番さこのことで、このインフレ動画のクラウド保存が、きっちり動いてないと、パソコンの動作にも影響を与えるということをね、先週の土曜日に痛感したんですよ。使ってないクラウドサービスを、ずっとパソコンとタブレットを同期しようと、作動する。ところが、タブレットの側の方は、もう動いてないんだから返事しない。で、この返事しないサービス、サポート、同期をパソコンがずっと何度も何度も繰り返し信号を送って待ってる、でこのウェイトがかかってるところがパソコンを遅くしてます、でもう使ってないタブレットは解除、する設定にしたら、パソコンのもともと持っているもう i7 っていう機械なんですけど、グリグリ動くようになったんです。いいっすね。もう簡単に動いてたら、急に遅くいわゆるクラウドサービス、クラウドアプリの方が、もう便利だけど、常時、同期しに行くもんですから、
だからこういった形のものは使ってるうちは便利だけど、うん、もういわゆる動作が不安定になると、はい、もうあの面倒にましてや、はい、お金を払ってたくさんのデータをやっとりするんだったら、うん、それがおかげで不安定だったらもう踏んだり蹴ったり、まあ、そうですね、うん、なのでね、FM ウルマもそうなんですけど、うちの自宅もそうで、もともと LAN の中に、ハードディスクを置いたり、うん、はい、USB で接続してバックアップやったりしてやってたんですけども、ルーターの一番近いところとかハブにくっつけて NAS を送っておいたって、これが僕はもう、クラウドだと、うち、ん、の、うん、ただあの出かけていってあの穴を開けてるわけではないから、よそからこう直接データのやり取りはできないんだけど、はい、バックアップは全部そこに取っとこう、うん、でもこれ本当は間違いじゃないなって思ったのが、最近のクラウドが結構不安定だったね、うん、さっき近所さんが言ったように、あの相手から返事がないといつまでもアクセスしようとか、はい、問い合わせが多くて、うん、それであの固まってしまう、うん、これがね結構多いんじゃないかなと思っていくと、もっとシンプルにした方がいいよね本当はね。ですよね。でもあのノートパソコンもさ、ハードディスク5枚ぐらい入ってくれんかなと思うんだけど、もう2枚じゃ足りなくなるんだよね確かに、うん、それとあの、はい、ポータブルできるあの USB メモリとか、はい、また、あの、うん、SD カードっていうのは速度がすごく遅いんですよね。あ、はい、SD とか、うん、ハードディスクよりも遅いっていうのが私、うん、意外とあの速度しょうがない取れないっていう、ね、今日またあの聞いてる業者の方がいたらぜひ作ってほしいんだけど、うん、抜き差しできる SSD 作ってくれないかな。 SSD の1テラぐらいのやつを、抜き差しで使えるようにして、うん、これで起動ができたら全部入るじゃないですか。もうちょっと小さくなればできるかなって512でも構わないんだけど、うん、でもできればよくね。できればです。僕、今これあの、うん、隙間産業としてですね、ニッチなの。ニッチなの。多分あの、うん、出てくる可能性あるんですよね。あのね、うん、あるよね。マイクロ SD とか SD ゲットがすごくあの遅いもんだから。